キノコと申します。 YouTube とか Instagram とか Twitter とかで、これからはあの TikTok とかで主にファッションとかを上げさせていただいている人です。やっぱり表現するものかなと一言で言うと、自分も服でこう性格も見た目もやっぱ変わったので、服のジャンルとかもあると思うんですけど、やっぱり服を着ることで人は変わると思うんですよ。だから本当に表現するもの、自己表現のものなのかなと、洋服自体がって思いますね、はい、古着か。でもなんかやっぱりあの古着って一点ものじゃないですか。あのレギュラーのファッションさんって一着のアイテムがたくさんあると思うんですけど、古着はもうその中も踏まえてもう一個しかないものだと思うんですよ。それを自分なりにこう表現したりとか、こう組み合わせることで新しい個性を見出すものだと思うし、自分の中でもなんか自己表現するものなのかなとすごい感じます。私の中ではこれは自分で発信するものでもあるけど、みんなが成長できる場になればいいなとすごい感じているのが一つあります。なので自分が成長するにあたって皆さんが応援してくださるから自分も成長できると思っているんですよ。だからできたらいろんな人と一緒にこうコーディネート企画であったりとか、みんなで夢を叶えることができるチャンネルにすごくしていきたいなとすごい感じているので、そういう服のチャンネルにしていきたいなとすごい感じます。